インタビュー。こんにちは、堀真奈です。インタビュー、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお届けしています。早川さん、今月もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いや、新年一発目の放送ということで。あ、そうですね。じゃあ明けましておめでとうございますですね。そうなんです。皆様明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もインタビューよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、なんか私多分前回の放送だったか、はい、クリスマスよりもお正月が好きみたいな話を確かした記憶がそうあって、はい、なんかこうね、夜はクリスマス、大晦日の夜はこうみんなが出かけてて、うん、こうワクワクした気持ちで神社に向かったり、はい、初詣の感じとかがめっちゃ好きで。ああ、言ってましたね。早川さん、なんかクリスマスの予定聞いた時はステイフォーマーだから、なんかいつも家でみたいなこと言ってましたけど、お正月はもう家ですか？はい、ねえ、さすがにクリスマスステイフォーマーだしね、普段もステイフォーマーで1年に1回ぐらいはね、そういうお正月はって あるんですけど、僕はですね、お正月はもちろんステイフォーマーです。お正月も？いや、なんか初詣とかすら行ってないから、これまずいのかな、日本人的に。例えば年越しそばだったり、おせち食べるだったり、はいはい、まあ、ご実家に帰られるだったり。ああ、まあ、そういうのはあるっちゃあるか。ただまあね、この近年ね、やっぱコロナだったんで、なかなか実家にもっていうのもあったりだったので、そうね、まあでも身内はあるかもしれないけど、いわゆる外に出る、初詣行こうよみたいな、ほら 人多いとかも嫌いだし。あ、だからもう外人多いみたいな。特に今度のこれ流れてる頃の初詣はね、まだそこまでコロナが大丈夫であれば、去年結構我慢した人も行く人多いだろうから、結構多そうですよね。うん、なんかあえてね、私も人混み多いのは嫌いだから、あえてこう夜明け方の時間、1月1日になったばっかりの、そうぐらいに行ったりするんですけど、それもないと。ないというか、眠いので無理なんですよね。あれ早起きじゃなかったでしたっけ？あ、そうそう、だから早起きですけど、あ、そうか、明け方は朝か、朝という、そういうふうにマインドセットしてもらえればいけますね。ご家族が早川さんをマインドセットすればのお話。ああ、そうですね。夜、ほら、その明け方というか深夜だとこう夜が遅いの延長線なんで僕眠いんですけど、うん、逆に3時をとか4時を朝と捉えるんであれば、確かに起きれますね。そして人が少ないっていうことで空気が新鮮っていうと、ちょっと外に出たくなります。ちょっとまだね、この放送日、収録日自体が12月だから、はい、早川さん、ね、もしかしたら、はい、私が今言ったから今年は行ってくれるといいなあ。そうですね。なので次回というか2月の配信の時に分かりますね。僕らがね、1月収録、だいたい1ヶ月前ぐらいに収録してますんで。うん、なのでぜひ皆様のお正月の過ごし方なんかもね、送っていただければ嬉しいなと思うんですけど。あ、そうですね、ぜひぜひ。そんなところで今回の本編に入っていきたいんですけど、はい、今回は早川さん、どなたにインタビューされたんでしょう？今回は杉山王さん、森ビル株式会社の方です。なぜインタビューされたんですか？きっかけは？もともとはですね、先月出ていただいた、ギャラリストのぬかが小太郎さんにですね、いろいろ話をしたときに、やっぱり面白い人は面白い人を知るということで、まあ、いろいろこうね、ゆるくなんか面白い方周りにいらっしゃいますかねみたいな話をしたときに、真っ先に出てきたのがですね、杉山さんだったので、まあ、ぜひということでご出演今回いただいたっていう次第です。チームラボボーダレスをプロデュースされた方ということですね。そうです。はい、行ったことありました。実際ね、マナさんにもインタビュー聞いてもらったと思いますけど、はい。うんうんうん、行ったことありました、早川さん。ああ、ないです。あったんですか？いや、私もなくって、はいはい、あんなにね、インスタグラムとかでよくチームラボの素敵な画像とかは見るけど、そうそうそう、実際に行ったことないから、どうだったんだろう、早川さん、行った感想はと思って。ああ、でもそれこそこのインタビュー流れる時にね、この今日の第1回か分かりませんが、多分インサートでインタビューの途中でその映像も出てくると思いますけど、やっぱりインタビュー中でも少しお話ししましたけど、もちろんその何が一番すごかったかっていうと、もちろんそのインスタ映えするね、映像素晴らしかったんですけど、個人的に一番すごいなと思ったのはですね、いわゆるその真っ暗闇の中でこうさまよい、その中で発見するみたいな、そういうコンセプトだったと思うんですけど、はいはいはい、ですが
僕全くってこともないですけど、なんかその迷う感がなかったんですよね。つまり真っ暗真っ暗って言ってもちろんあの光もあります、照明もあるんで本当の真っ暗ではないんですけど、いわゆる動線がね、矢印こっちこっちとかそういうのがないんですけど、さまよわせてるようなんですけど、こうなんて言うんでしょう、きっちり最後出ていけますし、その出ていくのも出ていき方はもちろんその人の無限なあのやり方があるんですけど、なんて言うんだろうな、自由度は無限にあるんだけど最後ちゃんと出口は出れるよっていうね、あの映像が素晴らしい、そのね、チームラボのクリエイティブが素晴らしいんですけど、個人的にはそれと同じくらいやっぱり、まあそこがね、まあある意味こう森ビルなのかなと思ったんですけど、そういう空間のねプロデュース、うん、まあそして彼自身がねアーティスト、から始まってるってこともありますけど、その辺がすごく、うん、刺さりましたね。ちょっとこれ行ったことある方もない方も映像とかその裏側に隠された思いなんかも楽しみながら聞いていただければと思います。それでは、杉山王さんのインタビュー第1回をお聞きください。さあ、今日はですね、森ビル株式会社、タウンマネジメント事業部新領域企画部課長杉山王さんにお話を伺いたいと思うんですが、さあ、あえて名刺でいただいた肩書きをきっちり言わせていただきましたが、今日はですね、これどこにいるか言っていいんですよね。いいですよ。はい。お台場のですね、これ、フルネーム言えないんですけど、なんて言えばいいですか？ここの場所。お台場の森ビルデジタルアートミュージアム、はい、エプソンチームラボボーダレス、はい、っていうところです。あ、さすがですね。はい、まあ、それはそうですね。はい。の裏側、はい、まさに裏側ですね。はい、バックヤードで、はい、場所をお借りしてインタビューさせていただきたいと思うんですが、今ね、あの杉山さんにご紹介いただきましたが、杉山さんがこの、森ビルディングデジタルアートミュージアムエプソンチームラボボーダレス、一番短くするとなんて言ってますか。まあチームラボボーダレスで大丈夫です。はい、はい、すみません。チームラボボーダレスに、ね、はい、深く関わられたということで、今回、そのご縁もあって今回いろいろお話伺っていきたいんですけども、杉山さんはこのチームラボボーダレスの、まあ一言で言うと何をされたと言っていいんでしょう。はい、あの元々あのチームラボと森ビルがですね、はい、ここは一緒に運営する共同の、はい、まあ、事業体を作って、うん、そこが企画から運営まで全てやってるんですね。はい、で、それの森ビル側の担当をしていました。はい、なるほど、なるほど。なので、チームラボと、まあ、森ビルとで一緒にやろうって言い出したっていう形ですね。あ、そうなんですね。はい、でこのチームラボがこう2018年の、6月ぐらい ?6 月ですね。ですよね。そうすると3年も半ですね。っていう感じですが、3年半っていうと、どうですか？あっという間ですか？あっという間でしたね。ただまあ、初年度が、あまりにもその多くのお客様に来ていただきまして、うん、あの、おかげさまで年間で230万人のお客様に来ていただくことができたんですね。採算分岐点も余裕で超えたという噂を聞いてますが。本当ありがたいことで、本当に、世界中から多くのお客様に来ていただいて、うん、はい、で、それからですね、まあ、あの、やはりコロナになってしまったので、そうですね、ある程度ちょっとまあお客様の人数制限をしながら、はい、うん、あの安全な運営を心がけて今に至ってるって感じですね。はい、なるほど、なるほど、なるほど。まあね、先ほどこう、このね、チームラボボーダレスの、まあそういう意味では企画運営室長、今はもう形としては一回離れてる。そうですね、はい。はい。まあ当時ね、その関わられてて立ち上げに、尽力されたということなんですけど、この、チームラボボーダレスが、世界で最も優れた文化施設等に贈られるティアアワード受賞ということで、まあその他にもね、確かタイムで世界で最も素晴らしい、場所か、はい、場所にも入ったりとか、あと僕が調べたところだと、なんかブラピとかウィル・スミスとか、そうですね。なんかジャスティン・ビューバーとカニウエストが一緒に来たとか、これは、なんかぶっちゃけ話として、はい、なんでしょう、なんか招待したとかなのか、いや本当にお忍びっていうのも変ですけど。あの、本当びっくりしたことに、ジャスティン・ビーバーとカニー・ウェストが来たっていうのは、全くあの、僕らも、突然の出来事で、はい、あの、そもそもジャスティン・ビーバーとカニー・ウェストが、二人一緒にいること自体がニュースじゃないですか。そうそうそうですね。で、はい、それが、東京の、この場所で二人出会って、確かに。あの、確か、うん、キム・カーダシアンも一緒に来たんですけど、はい、インスタグラムランキングの、世界の、はい、うん、トップ10の中に入ってる二人が、同時にここに来て、それはすごい。チェックインのジオタグつけて、はい、うん、こんなところでバーンって上げてくれたんで、うん、え、世界からみんなどうしたのって感じで。
すごい広告ですよね。本当そうですよ。広告費に換算したら。ありがたいことですよ、はい。むしろ彼らお金払っても動かない人たちなんで、本当にまあ、ありがたかったです。びっくりしました。いや、ですよね。まあ、ある意味もちろん賞も嬉しいでしょうけど、同じぐらいというか、まあ、また違う意味で嬉しいですよ、ね。いや、本当にそういった意味で言うと、ハリウッドの、はい、まあ、いろんなセレブですとか、うんうん、インフルエンサーなどが、本当にこぞって来ていただいて、はい、自分のご自身の SNS を使って、はい、うん、まあ、すごい綺麗な背景とともにアップしてくれたんで、はいはいはい、なんか本当に情報が世界に広がるの早いなって感じましたね。うんうん、これ、なんかいきなりザックバラに聞きたいんですけど、はい、なんか杉山さんがそのいろいろ構想されてね、こういう風になったらいいなみたいないろいろビジョンあったと思うんですけど、はい、どうでしょう、まあもちろんそのコロナとかいろいろあってっていうのはあると思いますけど、まあ今が完成形なのかどうかもわからないですけど、そのイメージしたものを上回って、ているのか、まあ、別に悪い意味じゃなくイメージ通りなのかとか、はい、いい意味で全然よくなんで描かなかった感じの予想外もあったのかとか、例えば、うん、まあ、ちょっと側面がいろいろあるんですけれども、はい、お客様からの反応ですとか、うん、事業の面で言いますと、まあ、想像を上回る、うん、成功を収めることができたっていうのはすごくありがたいことで、うん、はい、本当先ほど申し上げた通り、今本当世の中の情報が広まるスピードがいかに速いかっていうことなんですよね。そうですね、オープンして、うん、6月にオープンしたっていう話でしたけど、うん、オープンして3ヶ月後には、ほぼなんか世界からの、ここのために来るってお客さんがどんどん増えてきたんで。それはすごいですね。僕ずっと展覧会とかアートのイベントとか作る仕事をしたんですけど、はい、やっぱりそれって国内のお客様に対して、アプローチしてることが多かったんですけど、うん、まあこの施設に関して言うと、海外からのお客様がここに来て、はい、自分の SNS を使って海外にアプローチすると、うん、どんどん広まっていったっていうのがびっくりしました。はい、なので、うん、まず収益とか、はい、お客様からの、まあ、評判っていう意味で言うと、うん、オープンする前に考えていた期待を、はい、まあ、大きく超えることができたってことがすごく嬉しいことです。で、じゃあ他に予想していたこととかっていう、はい、いう意味で言うと、このミュージアムがすごく大きいミュージアムで、はいはい、1万平米の、やっぱそのぐらいある。デジタルとミュージアムって、はい、結局作ってみるまで誰も体験したことなかったことなんですよ。なるほど。そこも面で含めても、うん、自分たち作り手側としても、はい、想像を上回るものができたなというふうに思っています、うんうん。なるほど。今ね、ちょうどその1万平米ってありましたけど、はい、僕もね、はい、今回、すみません、遅まきながら、3年経ってから行くなよって感じなんですけど、はい、今回ご縁いただいて、普段、なんかインタビューではこう、誰かに会うためなら海外どこでも行っちゃうんですけど、意外とすいません、すいませんって言うんですけど、インドア型でですね、なんか家を出るか国を出るかみたいな、はい、そういう感じで、来てなかったんですけど、はい、なんかここのね、やっぱりコンセプトにもその、さまよい探索し発見しようみたいな感じであったんですけど、なんて言うんでしょう。やっぱり、この間見させていただいて率直に感じたのが、そう、とにかく、あ、これ広いなと。やっぱ暗いから正直、あんまわかんないじゃないですか、どっからどこまで、はいはい。で、ものすごくこう進みなさいみたいな案内があるわけでもないし、はい、でも、なんか、ちょっとこう派手な言葉にはならないんですけど、その見えるもののね、当然素晴らしさはチームラボとね、うん、一緒にやって素晴らしいんですけど、はい、個人的にはそれはもちろんなんですけど、やっぱり目に見えない仕掛けというか、はい、ちょっと言語ができないんですけど、それがすごかったなって思って、なんて言うんでしょう。まあ簡単に言うとそのさまよってありますけど、はい、やっぱり迷いそうで迷わないというか、ああ、そうですよね、うん。なんかその辺がすごく人間なんとか科学なのかわかんないですけど、考え尽くされてんのかわかんないですけど、はい、つまりその、さまようって言ってもよ、まあ、基本的には、ちゃんと帰れたし、うん、まあね、裏話でね、実はちょっと回ってなかったとかあったんですけどね、はい、後から気づいたのもあるんですけど、はい、この辺ってどうなんでしょう？いや、そこはですね、一番チームラボと森ビルサイドで、いろいろ協議しながら考えていたところなんですけれども、はい、僕らが当初考えていたことの一番のポイントは、お客様自身が、まあ、主人公になる形で、物語が進むような、そういう展示にしたいなと思ったんですね。はい、世の中にあるいろんなエンターテインメントとか小説とか映画って、誰も同じストーリーを見れるものじゃないですか。うんうん、当然ですけれども、はい、他の主人公の活躍する姿に感情移入しながら楽しむような映画とか小説とかある中で、はい、ここの美術館ミュージアムでは、一人一人が自分が主人公になって、その人同士が経験するものを持って帰ってもらうためにはどうすればいいかと。はいはい、うんうん、いうことを考えたので、うん、ある程度ちょっとですね、分かりづらさを入れたりとか、はいはい、でも、あまり分かりづらくしすぎてしまうと、ストレスになってしまうので、そこの、ちょっとまあ調整とかっていうのはかなり気を使いましたね。いや、さじ加減が本当に絶妙だなと思って、はい、で、ちょっとこれもね、ぜひ皆さん言っていただきたいんですけど、はい、言語化するの難しいですけど、まあ、
まあ本当にいろんな空間があって、はい、一歩間違うと当然気温暗いじゃないですか。だからちょっとこうぶつかったら危ないみたいな。はいはい、でもこれ以上行くと危ないけど、うん、そうならないギリギリのラインをなんか全部組んであるように感じるんですけど、なんかまあそれがまさに森ビルなのかもしれないですけど、そうですね、なんか相当気遣ってんじゃないかな。入り口のところに壁にさまよい探索し発見するっていうのを大きくバーンって書いたんですね。はいはい、あれって実は、オープンする、ほんと一週間ぐらい前までなかったんですよ。あの言葉って。あそこ何もなかったんですか？何もなかった。真っ黒い壁だったんですよ。あ、そうなんだ。で、これはなんか本当に実話なんですけれども、はい、オープンする1ヶ月ぐらい前に、トレーニングをしようと思って、森ビルの、まあ、社員の家族ですとか、はいはい、チームラボの家族ですとかを招待して、一般公開のプレイベントみたいなのあったんですね。うん、でそこで最後アンケートをみんなに書いてもらったところ、はい、僕らが最初設計していたさまようことの面白さっていうのが全く伝わってなくて、うん、あらこのアンケートを見ると分かりづらかったとか不親切だっていう一週間前にそうこの根幹じゃないですか。しかも一番いいとこですよね。あれ本当ですよ。ストレスしか与えてなかったんだってことで、はい、結構びっくりしちゃってですね、これはまずいと。それ動じなさそうな杉山さんでもさすがにちょっと動じました。すごく動じました。チームラボのメンバーと一緒に、これ我々が提供しようと思っていた概念って、きちんとお客様に伝わってないと。だったらもう少し入る前に、これからあなたたちが体験する部屋っていうのは、こういうものなんですよっていうことを、しっかりとマインドセットをしてもらってから、入ってもらうことによって、体験が変わるんじゃないかなと思ったんですね。それで、まあ、チームラボ、猪子さんですとかいろんな人と考えて、はい、あの言葉を貼りました。さまよい探索し発見する。うん、だからこれから行くミュージアムは、自分たちが歩いて作品を探すんですよと。はい、そうしたら、一気に不便だったものがひっくり返って、不便が楽しみに変わってくれたっていう、本当に発明みたいなこと、ね。発明ですね。でしたね。その、ね、一秒というか。そうそうそう。なんかやっぱし、それこそ我々って今便利な世の中に過ごしてるじゃないですか。はいはいはい、欲しいものがあったら Amazon で探せばすぐ買えるし、うん、行きたい場所も Google マップで最短距離で行けると。それに慣れすぎてるからこそ、うん、まあ、この空間では、はい、あの通路の先を曲がると何かわからない、うんうん。このワクワク感を最初は不便さでストレスになったところを、あえてエンターテインメント化して、それが価値なんですよってことを示してあげることによって、うん、なんかすごくなんか、うん、その人にしか感じられない、うん、この場所で得られる経験と価値になったんじゃないかなというふうに思いますね。ある意味、その杉山さんとかチームラボの人、はい、方としては、まあもちろんね、神ではないですけど、多分文字入れなくても、まあ作り手でもあるし、まあより多くの人に広げるためには、いわゆる特にそのアーティスティックな人とか、クリエイターの人だと、まあそれが偉いとかってわけじゃない、やっぱ気づくと思うんですよ。で、ちょっと僕が話前後しちゃいますけど、この間、うちのスタッフにも言ったんですけど、その中にいるときに、ちょっと海外を感じたんですね。はい、それどう、はい、ちょっと言語化できなかったんですけど、うん、今気づいたのが、うん、まあ僕は特に縛られるの嫌いなんで、もうここを通ってくださいとか、なんかそういう枠嫌いなんですよ。はい、だからそれが一切なくて、逆に、まあ日本にいると普段すごい、不自由感じです。海外行くとすごい自由感じて、その何もないとか制約がないの、うん。だからないじゃないですか。そうですね。そう、だからすごく心地よくて、最近海外行ってないけど、なんでこの暗闇歩いてるのに海外らしさ感じるのかなみたいに思って。だけど自由な空間ですからね。そうそうそう。全く順路がないので、お客様が自分で行きたいところを進んでもらって、そうなんですよ。で、見たいタイミングで別に入れ替えとかもないですから、そう楽しめると。うん、なので、お客様によっては、はい、すっごい長い、はい。間いる方は、朝来て夕方までいらっしゃいますよ。あと、できますよね。はい。そう、だから。一日楽しんでいただく方もいらっしゃいます。エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組へのご感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。エピソード説明欄の URL からどしどしお寄せください。またいただいたご質問等は月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です。今月のライブは1月の26日水曜日の夜19時からですね。はい、たくさんのご質問募集しております。お待ちしてます。そしてですね、早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェの1月の19日水曜日の19時から Zoom にて、開催されます。今月はどんな本を早川さんセレクトされたんでしょう？
はい、今回はですね、今 YouTube の方画面共有させてもらってますが、この本です、ジェンマ・エルウィン・ハリスさん、川出書房新社から発売されている世界一素朴な質問、宇宙一美しい答えという、このタイトルが、長いんですが、すごく気の利いたタイトルだなというふうに思うんですけども、まあ、今ねお話したように、海外のこのジェンマ・エルウィン・ハリスさん、ライターであり編集者の方だと思うんですけども、この方がですね、自分のお子さんからですね、やっぱりこうマナさんも子供の頃いろんな疑問を抱いたと思うんですね。ここにあるようにですね、どうして音楽があるの、風はどこから来るの、蜂は蜂を刺せるみたいなね、お子さんからいろんな質問をされた時にですね、それだったら思い切って世界の第一人者にみんなの疑問をぶつけてみようみたいな、100の質問に世界の第一人者100人を答えるって、その企画から出来上がった本なんですけども、まあ非常にね、その100の質問の中にも科学のものだったり、まあ、もっとこういうどうしていつも大人の言うことを聞かなくちゃいけないのか、これイギリスの方なんですけど、やっぱりなんかイギリスらしい皮肉の効いたね、感じ、どうして猫はいつも帰る道が分かるのなんてもありますし、どうして恋に落ちるのとかもあったと思うんだけど、なんかそのいわゆるお勉強っぽいものもあるし、そうでないものもあったりね、なんかその辺が非常に面白いので、まあ、これ読むだけでも面白いですし、まあ、僕なんかは子供の読み聞かせとか寝る前にこういうのでと思ってたんですけど、意外と僕の方がマジになってですね、気づいたらこの本読み切ってたなみたいなのがあって、でこの本実は好評だったみたいで、タイトル忘れちゃいましたが、こんな感じの世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え的な感じで第2弾も出ててですね、まあ、そちらもそう、今手元にちょっと見つけてきませんがあってっていう感じのシリーズなので、やっぱりこの QR カフェっていうとね、いつもお話ししているように質問と読書は人生を豊かにするということで、本というね題材を使ってるんですけども、やっぱり僕インタビュアーですし、会う力っていうものを皆さんに伝えていきたいと思っているので、その時に必要なのってやっぱり質問だと思うんですよね。なんで、まあかといってなんか質問力をつけるなんか勉強会とかそういう重いものではないので、まあ読書を楽しみながら、こう皆さんにこう質問の楽しさみたいなものを味わっていただきたいなと思っているんで、まあ、今回はねまさに質問答え、その楽しさを、まあ、楽しみながらね、みんなで、体現しながら、まあ、いろんな一流の人たちでどう答えてるのかみたいなこともね、共有しつつ、まあ、人生アップデートしたらいいなっていう、今回は、まあ、そんな思いも込めてこの世界一素朴な質問、宇宙一美しい答えをピックアップしています。なんか早川さんがお選びになる本、なんかいつも絶妙ですよね、チョイス。あ、そうですか。自分では全然わかんないんですけどね。私だったら絶対選ばないけど、前回のあの何でしたっけ、5000日後の世界ね、世界、はいはい、AR のお話とかも、うん、自分では絶対に選ばないけど、読んだらめちゃくちゃ面白いっていう。あ、でもそうですよね、やっぱりこう本の話ってね、こう自分ではなかなか気づかない視点がね、その自分の周りの人から、あ、こんな本あるんだって、こんな視点あるんだっていうことがね、うん、自由に、やっぱりシェアできる、そういう場だと思うので、まあ、非常に、まあ、この本題材にね、まあ、本題材になんですが、いつも参加して思うんですけど、やっぱり究極的には本は実はこれ言うと混乱するかもしれませんが、ただのね、題材に過ぎなくて、その本をもとにみんなでいろいろ語り合ってみたいな感じなので、ぜひぜひまだ参加してない方は遊びに来てもらえたらなというふうに思います。次回が1月19日の水曜日の19時からですね、はい、Zoom にて開催されます。私も参加楽しみにしているので、皆さんの参加もお待ちしております。ということで、そろそろお別れの時間になってしまいましたが、はい、あれですね、前回私声めっちゃガサガサだったから。あ、そうだったね、はい、そう、加湿器をねフルで炊いて、お、素晴らしい。でしかも濡れたタオルを3枚ぐらい部屋に干して、はいはい、あ、でも声、ね、今日いいですね、通ってますね。いや、復活しました、あとなんか、はい、お水をいつも飲んでるんですけど、水になんか龍角散の飴を入れて飲んだら結構喉の調子が渋いね。龍角散でも美味しいよね、粉みたいなやつがかかってるやつでしょそうあれ嫌いな人は嫌いだけど好きな人は好きみたいな。そう、まあ、いいじゃないですか。僕も一時それよく使ってました、ね、もう今日は絶好調でお送りすることができました。あ、よかったです。また次回も絶好調な声を皆様にお届けできるように、はい、また皆様と、次回放送で会えることを楽しみにしております、はい、それでは皆様ごきげんよう。さよなら。